3月4日生まれの君へ、誕生日おめでとう。今こそ心の奥に住む龍神を呼び出そう。青い炎を燃え上がらせて、金色の目でじっと君のことを見ている。今か今かと出番を待っている。彼の力を解き放て。君は寒い冬に夏の暖かさを求め、みんなでいるときに孤独を求めるような、いつも天の弱な自分を演じてきた。そのせいで道に迷い、本当の望みがわからなくなった。晴れの日には晴れを叫べ、雨の日には雨を歌え、嵐の日には嵐を抱いて、雪の日には雪を愛して、今あるものに目を見開いて。君の心にくすぶっていた龍神はいつでも出番を待っている。今こそ解き放つんだ。君の力を見せるんだ。迷わなくていい。誰に遠慮もしなくていい。君が目指す、ただ一点を見つめて。誕生日おめでとう。ほら、君の願いを聞き届けて、青い竜は天高く昇る。君に、見ててごらん、と言い残して。信じて、信じて待つんだ。君の竜は、必ず光をまとって、君のもとへ帰ってくる。